プッタタート、プッタタートビク、パーリゴ、ブーナダッサビックク、1906年5月27日から1993年7月8日は、大の巧妙な仏教像。パーリゴに従ってブッナダタサとも称される。首都バンコクにて、優秀な成績で仏教を治めるものの、自身の仏典解釈と、伝統的な仏教教理の解釈との間に、ギャップが生まれ、 故郷のスラートターニー県、台南部に戻り、森林での瞑想修行と研究を行う。これが、スワンモーク、スワンマカーフララムの略称。ウィキペディアにおける他の項目では、ワットモーカーパララームと呼ばれる修行センターであり、現在でも、世界の様々な地域から彼の共鳴者が出家、在家を問わず訪れ、仏教を学んでいる。彼の著作は、全集に100巻を超え、 英語訳されたものだけで140冊に及ぶため、その思想の全貌が明らかになっているわけではないが、彼の思想の主な特徴は、などである。この革新的な思想を批判する者も,も現れたが、特に仏法、仏教社会主義は、開発像、開発層、単位の急激な資本主義化による森林開発等の問題に、地域主体の立場から取り組む、 活動のリーダー的存在となった僧侶などの社会的活動を行う人々の理論や実践に、ッったートの思想は影響を与えたことも指摘されている。以下の記述は、主に、野津こうの研究成果に依拠している。以下の記述は、主に、矢野秀武の研究成果に依拠する。彼の思想は、神座仏教の思想体系全体にわたる新たな解釈を示したものである。 主な特徴として、以下の4点を挙げることができる。彼は、自身の哲学を実践に応用していないという批判も、あるが、仏教者としての実践の中で特に知られているものは、アーナーパーナサティ、アーナーパーナサチ、呼吸を見つめることによる気づき出る。これは、彼の著作マインドフェールにスウィズブリージングによれば、4つの瞑想対象、1、カーやカーやイコール体、 二、ベトナベーラナーイコール感受、すなわち、快、不快、忠誠といった感覚経験への心理的反応。三、チッタ・チッタイコール心。四、ドミダンマイコール心理のそれぞれに対し、四つのステップを設けた瞑想である。それぞれをごく簡単にまとめると、である。彼に直接教えを受けた層として、タイ人のポーチャンダサーロビク、通称アチャンポー。アジャアンポー。 アジャーンは日本語で言うアジャリのこと。行為の僧侶の尊称、アメリカ人のサンティカーロー、サンチカロビクが知られている。アッチャンポーは現在スワンモークの総委員長として、修行者の指導に当たっている。サンティカーロービクは、プッタタートの著作の英語訳に携わり、現在はアメリカで活動を行っている。なお、大仏教では、女性の出家、ビクニを正式に認めていないが、 ランジュアン・イントラカム編、ランジュアン・インターラク・ベングは、プッタタートの教えに基づいた著作をいくつかなしてる。また、アメリカにおける、神ザブ仏教の礎を築いたラリー・ローゼンバーグ、ローゼンバーグ、ラリーは、修行の上で、プッタタートの下での実践と彼からのアドバイスが、極めて重要であったこと述べている。また、日本人のビップ・ラティッサ、ウィプヤ・ラティッサ・ビク、後に、 三橋園館も、プッタタートの著作の日本語訳などを行っている。なお、仏法社会主義、仏法共同体原理に関して、プッタタートは次のように述べ、仏教と社会との関係を結びつけているのだが、我々の抱えている問題、苦しみは、単に個人的なものではなく、社会的なものである。そのため、我々は、注意を、問題の根源、 イコール社会に向けなけなななればならないのである。こういった考え方のもとに活動を行う、解放地層たちは、1、貧困層の扶助及び、自立、2、環境保全、3、共同組合による村おこしといった、多方面での活動が見られる。以下にぶったたーとの影響が明らかなケースを示す。対有数の説法師であり、体系だった、社会事業を行っている僧侶、 フラパヨムカムラヤノは、スワンモークで7年間修行の後、1987年に、ノンタブリー近郊の森林に、スワンケアウ、レンノソノという寺院を開いた。この寺院では現在、といった仏法に基づく、社会開発を行っている。スラーターニー県も、大地区のスッターワルトデラの住職、カセアムタンバーラン氏は、森林伐採による、様々な弊害、モノカルチャー、 干伐から森林や人間の暮らしを守るため、NGO と共同で1万来、一来イコール1600メートルの高有林を保護林とし、さらに寺院で育てた木を村人と植林するなどの運動を展開している。彼の活動の根底には、スワンモークでの5年間の滞在の中で深い感銘を受けた、ブッダは仏法イコール自然の灯明、森は自然の灯明という、 プッタタートの教えがある。開発像以外でも、例えば、タイ仏教会を代表する僧侶である、パユット、PA パユットにも、プッタタートの思想は、緩やかな形で影響を与えている。僧侶以外では、環境危機を論じるプリチャーピエム・ポンサーン、プリーチャーピエム・フォンジェンも、プッタタートの影響を強く受け、仏教経済学、緑の哲学について論じている。彼の批判者として、 生涯の功に挙げたくくりとプラーモートが挙げられる。すなわち、プッタタートの徳、空の達成によって、社会や国家に対する関心を、人々が失うことは、国家の安全にとって脅威であるという批判である。これに対し、プッタタートは、人々が、空に達するなら、自己中心主義による混乱を取り除くことになり、社会的達成はより効果的に遂げられる、と答えた。また、 伝統的なタイの僧侶であるプラティップパリンヤーは、ヒマラヤの爆発という本の中で、プッタタートの教えは、ブッタに対する尊敬を失わせ、その教えに従わないよう、人々を導こうとするものである、と批判した。それは、プッタタートが、法話の中で、ミホ、フツ、法、僧は、ネハンへの到達を妨げるヒマラヤのようなものであるとし、また、一切、サトシの意味を、 ブッダがすべてを知っていることではないとしたことに対してのものであった。彼はサンガの大長老会議にプッタタートを審議すべきであるという提案も言った会議メンバーでは法話の内容に理解を示しそれ以上問題になることはなかった。後者の例からも明らかなようにプッタタートが伝統的な教理に批判を加えてもサンガから追放などの目に合わなかったのはサンガや政府の上層部。 ゲーカと呼ばれる最高位のクラスの僧たち、そして首相や高等裁判所長官クラスの政治家たちに、プッタタートの支持者が存在したからである。加えて彼は、既存の教典解釈を改めるよう、ンガに働きかけるなどの仏教改革運動を行わず、また、様々な批判に対して強く反論する態度を取らなかったことも挙げられよう。さらに、 タイのサンガの無思想的体質もその一因として指摘されている。プッタタートは多くの研究者たちの研究対象になった点でもタイの僧侶の中で際立った存在である。その一部を以下に示すとスーエラー、スエラー、ドナルド系による著作の英語訳等を通した欧米へのプッタタートの紹介やプッタタートの思想の特徴を実存主義的解釈学と論じたガボード。 ガバウデ、ルイ、ジャクソン、ジャクソン、ピーター・エイによる、近代合理主義、民主化からの視点、スワンナー、スワンナ、ソサーナンによる、大乗仏教、特に前からの視点、そして、仏法社会主義に対し、実践への応用がないことなどへの批判的研究といったアプローチがある。日本のアカデミズムがプッタタートを取り上げたのは、藤吉次会。 1915から1993年がおそらく最初であろう。彼はアーナーパーナサティに関する簡単な紹介を行った。その後、人類学や社会学、宗教学などの諸分野からのアプローチが見られる。研究者を五十音順で挙げれば、浅見康史人志、伊藤智美、野津光二、森部をはじめ、矢野秀武らが論文などを発表し、プッタタートの生涯。 その思想の特色、影響及び、日本仏教との比較といった試みがなされている。蘇我一郎がプッタタートの著作、英語訳の日本語訳をインターネット上で公表し、詳細な考察を加えている。また、石井美恵子は、プッタタートと、その関係者の著作類を、タイ語から直接、日本語に翻訳している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。